虎で有名な信貴山の長後尊師寺に来ています。なんとあそこからバンジージャンプができるみたいです。ね、今年は虎年っていうこともあって、なんかね、新年はすごい混んでて大変だったみたいですけど、今はね、好き好きです。30分ぐらいで入んなきゃいけない。あ、じゃあ三重からとかさ、大阪とかから来てるね。来てはるね。おお。どっちからの？